こんにちは、えのき商店です。今日はグレンモーレンジ19年ファイネストリザーブをご紹介いたします。こちらはですね、2017年にリリースされた免税店向けのラインナップになります。こちらで最近まあ並行とかね、取り扱いが始まってうちも扱うことになったんですけれども、日本語の情報がほとんどなくって、英語を翻訳したんですけれども、ちょっとね、なぜ私英語喋れないんで Google 先生の翻訳に頼ってガタガタな英語の翻訳したものをちょっとお伝えしていこうかなと思います。間違ってたらごめんなさい。こちらですね、19年はアメリカのね、最高級のホワイトオークのバーボン樽で熟成したものだそうです。で、通常のね、グレンモーレンジって、バーボン、18年なんかはね、バーボン樽で熟成した後、シェリー樽でね、再熟成させたりするんですね。こう、途中でこう、樽を切り替えたりするのがグレンモーレンジの特徴なんですけれども、これね、バーボン樽でずっと熟成したのか、途中でちょっと切り替えたのかが、今のところ私の方ではわからないので、ちょっとごめんなさい。で、味わいなんですけれども、フレーバーの傾向としてね、18年に近いとも言われてまして、グレンモーレンジのね、18年が好きな方は、まあ、美味しく飲んでいただけるのかなと思います。で、香りとか味わいなんですけれども、まず香りが、ミント、ユーカリ、サトウキビ、キャンディ、ピーチ、バニラ、多くの香りもあるそうです。で、味わいが滑らかでクリーミー、トフィー、バタースコッチ、リンゴ、アプリコット、オレンジのほのかな甘み。で、フィニッシュがミント、多くのほろ苦さ、柑橘系の果物の余韻ということでね、まあ、グレンモーレンジに感じられるオレンジ系のね、美味しさとかそういったものも残ってるのかなと思います。ね、ちょっとね、憶測の多いレビューでごめんなさいね。で、これね、箱ちょっと見ていただきたいんですよ。これ、まあ、こういったね、しっかりしたギフトボックスに入ってるんですけれども、個人的にね、おーっと思ったのが、横側がね、こういった感じで、こう、なんか鍵っぽくなってて、組み合わせガチッとはまってるんですよ。で、こうね、キュキュッと開けていくと、こんな感じで、ああ片手で開けるのでなかなか開かない、こんな感じで開いて、めっちゃおしゃれでしょ。で、中にね、ドーンと登場するというスタイルになっております。このね、口のところがかっこいいです。はい言うことがないので箱のレビューしてます。はい、ということでね、こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。